ボートレース下関のミッドナイトボートレースファースト楽天銀行賞が1日に開幕した。初日 1R、川崎市実る24イコール岡山は6コースから短期決戦で一層一層が大事になるのでスタートは行ったと気合の踏み込み。コンマ2の S からスリット後にぐんぐん伸ばして内に絞るも船が浮いたところを浦部和馬に刺されて2着発進となった。 相棒66号はエース候補の子を蘇生機で、スリット後の足がめちゃくちゃ良かった。ターン周りはもう少しだけど、回転は上がってるので、このままで、と手応え十分だ。前節の小島で A2 発昇格の勝負かけに失敗。A2 になれるように余裕を持って勝率を稼ぎたい、と新規一節目から気合パンパンだ。